ハロー、アサギーニョです。ででん。本日の動画から4本連続スペシャル動画になっています。はい。スペシャル動画というのも旅動画です。でも普通のいつもの旅動画とはわけが違います。本当に友達と言ってんけど、ほんまに私の本性というか素が出すぎて、もうこれ NG っていうぐらい大絶叫したり大爆笑したり、もうほんまにもう大はしゃぎしたりとか、みんなにぜひ見てもらいたい4本になっています。で、まあ今回今から見てもらう第1本目に関しては、私失神しかけてます。そう、シンプルに気を失いかけているっていうシーンも見どころやし、2日目からに関してはめっちゃ豪華なホテルに泊まったんやんか。もうだからそれはほんまに見てほしいし、あとはもう馬に乗ったり拳銃を撃ったり、本物のね拳銃撃ったりとか、とにかく盛りだくさんな4本の動画なんで、本当に楽しみに待っててもらえたらと思います。それでは私のちょっと遅れた夏休み、いや結構遅れてるか、ご覧ください。キュン。ハロー、アサギーニョです。本日はスペシャル企画、アサギーニョのちょっと遅めの夏休みを取り返そうで、今回のテーマはお姫様旅っていうのがテーマです。楽しみにお待ちください。キュン。お姫様っていうとやっぱりお供してくれるジーヤが必要でしょ。で、今回はみんなに紹介したい私のお友達ひなたを今日は連れ回して、うちのやりたい放題詰め込んだ最高贅沢プランをお供してもらおうと思ってみんなも気に入ると思うよ。すごく面白いやつだから。あ、ちょっと待って、おったひなた紹介します。ちょっと、おはようございます。びっくりした。あ、楽しみ。ちょっと顔小さくなる。もうちょっと前で。この距離感で喋る。ひなたです。はい、どう。かぶってる。下手くそやん。もう一回やって。やったことある？慣れてるよね。はい、私のお友達ひなたです。はい、どうも。よろしく、ひなたです。はい。本日の行き先はチェジュ島です。チェジュ島初めてですか？チェジュ島初めてやし、もう島がすごい好きで、本当にやばい。それでは今回の旅のプランをご説明させていただきます。はい、お願いします。ほんじゃ、今回はしおりを作ってきました。やったー、お願いします。ありがとう。それではいいですか？お姫様になるための旅のしおりスタート。さあ、ここから私がやりたいわがままプランの一部をみんなに紹介していきたいと思います。まず1つ目、海と一体化したい。2つ目、デカウマサムギョプサルが食べたい。3つ目、お土産交換企画をやりたい。次に巨大迷路をやってみたい。長すぎる魚が食べてみたい。煙もくもくスイーツが食べたい。本物の銃を撃ってみたい、などなど。これはほんの一部で、もっともっといろいろなやりたいことがあるんだけど、それらすべてを叶えるべく、このように細やかに私はしおりを作ってきたんですね。しかし、この後起きるハプニングとアクシデントと誰かさんのわがままによって、このしおりは全く意味のないものになってしまうんです。さあ、ここから始まる爆笑あり笑いあり叫びありのこの旅、最後までご覧ください。どうぞ。では行こうか。では姫、どうぞ。では失礼いたします。いや、この手用意してるから。ちょ、姫、楽しみ、いやいや、楽しみ、いや楽しみ。東京から、約2時間半飛行機に乗ってチェジュ国際空港に着きました。意外とめちゃくちゃ近い。で、待ってくれてたのは、今回通訳とガイドをしてくれるキムさんです。最終的にめちゃくちゃ仲良くなった。で、最初に、降り立ってまずしたことが、守り神であるトム・ハルバンと、一緒に記念撮影をして、今回の旅がスタートしました。今打ち合わせしてるんで、私持ってきたんだよ。これこれでね、アサギーニをドーンと驚かしたいと思います。楽しみに出たな。やめ、何やめ、何してんの、もうやめやん。はい、これから3日間これで驚かし続けます。無理無理、もうキュン。ということで、今車に乗り込んでお昼ご飯に行こうと思います。はい、ひなちゃん、これカメラ。何これ、自由に撮って。なんだっけね。やった、ありがとう。え、自由に撮っていい。自由に撮って。やった、ひな。じゃあ、ひなアングルのやつやばいことになるかもしれない。まあいいか。うん、
自由に撮るね。たらたたたたたひなた到着しました。寄ってください、もっともっと寄ってください。危ないから、あと寄って、ほら車が来てるから。いいよ。じゃあここトゥペギに来ました。え、すごい映えてんねんな、全部見て。めちゃめちゃ人気なとこなんじゃない？だってほらすごい。聞け、何や、聞き、聞き、聞き、あ、乾杯してない。はい、乾杯。美味しい。もうやばい、やばい、ペッパー、やばい。レネさんに、え、動いてるよ。え、動いてる。これはアワビか。動いてる、動いてるね。え、美味しそう。石焼きビビンバ。何それ、え、ウニのわかめスープ。うまそう。やばくない？いただきます。いただきます。アワビ、人生初めてかもしれん。え、じゃあ、アサギーニョさん、今から食レポお願いいたします。いただきます。え、めっちゃ美味しい。美味しい。やば、なんか柔らかい。柔らかい、タコみたい。タコみたい、生ダコって。生ダコ。ちょっと食レポまだまだっすね。じゃあね、今からアワビのアワコをいただきたいと思います。あ、おい、なぜしてんの。じゃあいただきたいと思います。どう、うまっ。普通に美味しいよな、うん、これは、これは海の宝石。美味しい、美味しい、美味しい。ごちそうさまでした。え、混ぜたん、韓国が。ごちそうさまにだ。ごちそう、せーの。うわ、美味しかった。次は行き先が二択、スイスかビッグボールのどっちか。表出ようや。マジ、こ、来いよ。表出ろよ。あ、来いよ。なかっ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 。マジで負けたくない。なお願い、お願いからチョキ出して。さっきこの人宿毛やって言ってました。言うなって、そういうことは。みんな見たいの、ほんとビッグボールだと思うんで、あの、ほんと、ほい、あっち向いて、ほいで戦おうや。マジで戦おうや。最初はグー、じゃんけん、はい、あいこです。はい、あいこでしょ。あれやろ、あっち向いてほいで、ほいまね、ほいまね、いくね。最初はグー、じゃんけん、はい、あいこでしょ。あっち向いてほい、やビッグボール行きましょう。ね、ちょっと待って、めっちゃ楽しみなんやけど、ひな、ほんまにやばいんやけど。ちょっと見てよ、ギーニ、見て、ちょっと見てる、ちゃんと目で見て、ちゃんとカメラとかいいから。やばいんやけど、あん中に入ってさ、めっちゃ楽しい。ちょっとどうしよう、ちょっとギーニ、ひな、これあの人生でほんまにベスト3に入るぐらい楽しみ。え、待って待って待って、この坂を降りるってこと。やばいって。さあ、ギーニさん、こっちに来てください。さあ、あなたどのぐらい怖いか体現してください。結構おもろかったよ、今。合格。めっちゃ怖いねんけど。さあ、いらっしゃい。え、めっちゃ普通に心臓痛い。めっちゃ楽しみやねんけど。え、めっちゃ怖いから、やばいくなってきた。ちょっと待って、ほんまに心臓痛くなってきた。大丈夫だよ。楽しみ。え、お腹が、臓器がパッてする感じはありますか。ないない。あ、そうですか。怖い。ギニョ、怖い。大丈夫よ。大丈夫。私がいるわ。大丈夫よ、ギニョ。やめてよ。あんたが一番怖いわ。ちょっとこの体勢が一番しんどいから早く待って。ちょっ、あ
魚釣れた釣れた出たほんまに人間不信なるわうちが一番無理なやつやったほんまにうち気絶するっていう感覚があって、うんうんうん、でも確かにひなもうちょっとあの手離したし離れたんよで死感じた死を感じるやん死を感じたやばいからほんまにあれはやばこれやばかったねほんまに人が気絶する瞬間っていうのがこれ収められてるわめっちゃおもろかったほんまにもう一回やろうや最近払われても無理スリルを味わいたい人はぜひ行ってみてください行ってみてくださいジェットコースター好きな人がほんまに好きやと思うなんか予想裏切らん怖さがある、うん、ほんまにやばかったなはい最後まで見てくれて本当にありがとうございますであのみんながお気に入りって思ったシーンとかあったらコメントで教えてくれたら嬉しい私と日向で笑いながらまたコメント読むねであの次の後編はなんと明日です明日はまたアクティビティしたりお買い物企画したりするので楽しみにお待ちあれバキューン